はい、アミデス、司会いたします。それでは今回10分切れ負け、相手の方、三段の方になりました。2月は1勝5敗スタートと絶不調だったんですが、まあ、なんとか、盛り返して6連勝して7勝5敗ということで、まあ、この調子でまた連勝を伸ばしていきたいなと思います。ですね、まあ、大体この石田流に対しては、この早めにまあ、こっち後手番なんで6三銀型なんですが、まあ一応4三、4七銀型を作って、で、この左美濃ですね。これが結構優秀で、勝率も悪くない格好ということになっております。なんか実戦的に一番やられて嫌なの、7一玉、から9三桂の形なんですが、あんまりやる人いないですね。もう一回言っとくか。で、銀には銀で対抗して、まあ、ゆっくりやっていきましょうと。次、ほっとくと4五歩みたいな手があるかもしれないんで、あ、そうですね。で、角上がって、角に紐をつけて、4五歩には同歩と取れるようにと。これでまあ、銀冠まで組めれば、結構いい感じに戦っていけるんで、いっちゃうか。一回寄っとくか。何がいいんだろうな。上がるとちょっと怖いですね。一回、しっかりこれで囲って、銀冠無理。これで8五歩、そうですね、組まっちゃおう。銀冠アナグマ。まあ、銀冠穴熊までいければ、経験上はだいたいいい感じになると思われます。で、金が上がったんで、銀が動くと4三銀の筋が生じました。まあ、もう一個金寄って4、え、6五に、6五銀には取って取って、あ、来ましたね。これは端を攻めようという作戦だと思います。で、6六に上がっちゃうと6五歩で角取られちゃうんで、まあ、こっち上がるしかないですね。で、これで9五歩からガリガリ、端をそうですね、攻めてこようという作戦でございます。手跳ねちゃうか。私叩いて怖いかな。一回6六歩で、なんか、あれですね。これで同角金上がって、角逃げたら、歩で止めるみたいな、そういう、で、同角なら銀引きもありますね。で、角引いたら6六歩で、6五歩には4五歩と取って、飛車の横利きでスーッと受けるという感じで、どうでしょう。あー、飛車の横利きを封鎖されましたね。なるほど。これはいい手っぽいな。まあ、取るしかないか。同飛車はちょっと危ないですか。同飛車大角は、しかし8四歩同銀8三歩の筋でかなりいけそうだけど。よし、危ないかな。にしとくか、さすがに。そうですね。これで銀引いたら角引いてってことですね。なるほど。で、ちょっと4五歩で4四角封じつつやっていくっていうのはありそうなんですが。叩いて、まあ、取るしかないか。これで、場合によっちゃ、ここに4六桂馬と打っていくような筋ができました。まあ、嫌ですね、これね、普通に。パンツを脱がされた格好になってしまって、非常に嫌なんですが、8五桂には香車上がって耐えるか。耐えるしかないですね。まあ、とりあえず王様を8、9、7、8と、立て直して、ぼちぼちとやっていきたいんですが。そうですね。
やってきますね。ぐいっと上がってみっか。で、6六銀には金取って。どうなんだろう。さあ、これで角をどこに引くかですね。こちらとしては5五桂で止めてしまって、安全にしたいんですが。まあ、角引いたら5五桂で。しかし、金寄ってた時に、なんか、大して、決め手がないんで、まあ、取って、いや、ちょっとね、角切り増玉、6六金みたいな、どうした。ちょっと、ごめんなさい。びっくりした。そうですね、これで、なんか、5六銀は、まあ、6六金で、多分大丈夫だと思うんですけど、角切り同玉、取る、銀、ちょっとでも決まらないかな。いや、決まったらダメなんですけどね。なんか平凡に角引く以外の手も、この長考ぶりからすると考えてそうですね。いや、これ、怖いなぁ、これ。あ、いや、嫌な手見えてしまった。ぶった切って取って、5六銀同歩に、9七銀と打ちます。で、同角、あ、来ましたね。同角、同桂成、同玉に8六歩と打つ手があるんですね。で、同銀は7八銀が詰めろ金取りだし、同玉は5九角で王手飛車がかかると。そっか。ああ、そっち。これはまあ、なんとかなるかなと思っていた方なんですが。いやー。7分。来ちゃった。取って金だと、7七からばらしたときに、5九角の王手飛車がやっぱりあると。まあそういうことですよね。桂馬でも受けとくか。で、取って、桂馬で大丈夫かな。まあ、大丈夫ってことはないんですけど、まあ、ひとまず王手飛車食らったりすることはなくなりました。ああ、なんかいい手っぽいな。5五桂とか打っちゃうと、あれですかね。ちょっと、危ないですか。じっくり金に寄られといても、ちょっと自信ないですかね。さあ、ここでちょっと受けの、手腕が問われますね。第一感金取って6八金なんですけど、危ないかな。飛車切って銀とかだったら多分なんとかなるだろうと。しょうがないな。これ取るか。いや、5四飛車はなんかいい手っぽいですね。しかし、6五銀は大丈夫なのかな、これ。6五銀は、飛車成りなら取って、かましくないか。いや、これ迷うな。取るか。これで潰されたらしょうがないですね。次、2二角から、香車取ったり、6七歩で受け止める狙いがあるんで、向こうとしても、ゆっくりはできないはず。まあ、ぶった切って、銀とかが一番あれなんですけど、こっちも8四歩同銀、8三歩っていう切り札用意してますんで、まあ、あんまり無邪気には攻めてこられない。いやー、
これはでもさすがに受け切ったでしょ。これは銀成なら取って取って金で、おととい来やがれと。いやーでもさすがに、でもこれはねちょっとまあ明らかな無理筋と言った方がいいでしょうか。いや普通にこれで止まるか。うん、これはちょっとねさすがに、ただ、ね、やっぱり決定的な差がついたわけじゃないんで、ここから油断しないようにしっかりこうね終局まで面倒を見るっていうのが大事ですね。うん、徹底的に受けて受けて受けまくって、なんか根絶やしにする感じで、5五飛車なら5六歩、4五飛車に4六歩と打って、ひゃーすごいね、よく思いつくな。しかし飛車引いて大丈夫か。まあ3六飛車、3七歩、2六飛車なら2七金と打っちゃっていいですね。おお、いやーすごいな。まあ、8四歩同銀、8三歩で、ありがとうございました。まあちょっとね、今3六銀と取っても8四歩同銀、8三歩から簡単に寄っちゃうような感じだったんで、ここですね、7四銀と取っても2六歩同銀、2七歩で、何で取っても王手が7八飛車の王手とか、かわしてもやっぱり7八飛車とか、2九飛車とかいろいろありすぎて、で後手玉はまだ硬いんでちょっとね投了もやむを得ないという状況ですね。初手から少し振り返っていきたいと思います。この左耳の非常にこの石田流に対して勝率が良くて、ぜひ皆さんにおすすめの作戦ですね。うん、でちょっと2三銀上がるの、上がるとすぐ仕掛けられるの怖かったんで、ちょっと金寄って一回我慢してこんな感じでやってみました。で2二金の瞬間2五歩いい味ですね。これじっと3二金の方が良かったかな。ちょっと同歩はちょっと呼び込みすぎた感じがありました。で6五歩に対して意外と困りましたね。1三歩が結構きついんで、4四歩はちょっと非常手段気味な受けなんですが、で4四角に、なんか4三銀とか4三金とかだと6六角で面倒なことになりそうなんで、強く6六角を消して勝負ですね。で2五桂に1四香車と上がって余しに行きました。でここで2二角成同玉、5四銀同歩、1三銀っていう攻めが一瞬見えてヒヤッとしたんですが、角成銀取る、1三銀同角、同桂成同玉に、2四歩と叩きまして、同玉は5一角だし、同銀も3二銀と絡みつかれて嫌だなと思ってたんですけどね。ちょっと見てみましょうか。願いを叶えてやろう。あ、これこっち悪いの？マジで？これこっち悪いのか。いや、てっきりいいと思ってたんですけど。そうですか。こっち悪かったんか。じっと角引かれて、どうも、振り飛車が十分だったようですね。そうですか。それはびっくり。いや、銀で取るんだ。ただなかなか、1六歩突かれて銀で取れる人、あんまりいないでしょうね、これ。なぜなら、取って取って1五歩が見えてますから。いや、ここで何か、なるほど。同角に、田楽出しか。ここでなんか、攻めをうまく繋いでいけば、先手が少し、振り飛車が少しやれてますよっていうのがソフトの形勢判断ですね。そうなんだ。てっきり、なんか、居飛車側が余せる展開だと思ってたんで、ちょっとあれですね。まあ、2一桂馬と受けて、この辺で、ちょっと採点かどうかは分かりませんが、この辺で崩れずにしっかり2一桂とか、4四金から4二金とか、崩れずにさせたのが勝因だったかなと思います。一番怖かったのはやっぱり5四飛車同歩4三金打ちなんですが、
まあ、同金同銀なり3二銀とかしっかり受けといて、まあ一発ではちょっとね、崩れないかなと思ってました。本譜はまあ内観明らかな無理筋で、さすがに受け切ったかなと思いました。はい、うん、ということでやっぱりこの2一桂と4四金から4二金が勝因ですね。まあ5六飛車もかなりの手で、嫌だったんですけど、まあ、この4四金から4二金、ぜひ覚えておいていただけると実戦で使える時が来るかなと思います。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと、大変励みになりますのでどうぞよろしくお願いいたします。最後の7五銀もまあ、本譜では空振りに終わったものの、結構なんだろう、もしこれが銀じゃなくて角だったら刺さってましたからね。同歩なら8四飛車だし、飛車逃げても5三角成があるんで、まあ、8三飛車はどうなんのっていうちょっとね、お話はあるんですが、まあ、結構こういう不当に駒打つような筋も、まあ、場合によっては使える可能性あるんで、これも、なんかね、部分的には覚えておくといいかなと思いますね。本譜ではちょっと実現しなかったんですが、非常にいい狙いだったかなと思います。それでは失礼いたします。